はい、酒好きの新潟人の飲酒動画ですが、今回は、ちょっとね、新しいね、恵比寿なんですが、こっちが昔の恵比寿、こっちがね、最近発売されました新しくなった恵比寿ということで、まあ恵比寿ビールのね、旧と新を飲み比べをね、していきたいと思います。つい最近、俺が三つ星、三つの指に入るビールとして紹介したのがこちらの恵比寿なんですが、こちらのね、新しい恵比寿と、まあ、ね、なんか、変わったということなんで、らしいので、ちょっと飲み比べをしていきたいと。まあ、ぶっちゃけた話、この恵比寿を買ったのは、この新しい方はね、この恵比寿グラスが、ついてきたんで、これを目当てに買いました。まあ、のですが、ですね。って感じなんです。まあ、飲み比べてみましょう。ね、どう味が変わったか。まあ、下手したら、お葬式になる。またね、お葬式が始まる可能性が出る。なんかこっちの方が、新しい方がなんか泡立ちがいいのかな。炭酸が強そう。なんか泡立ってるの、こっちの。じゃあこっち、古い方から。いただきます、乾杯。これ。うん。この喉に来るこの苦味。これですよ。じゃあ、新しい方。あれ？こっちが古い方ね。こっち古い方。こっち新しい方。新しい方いただきます。うん。変わったね。違うね。全然違うね。うん、まあ、一言で言うと、苦味が弱くなった。うん。なんかね、こっちは苦味がシャープなんだよ。すごい。シャープっつうよりは、結構広がりもあるし、苦味としての香りの強さもあるし、苦味自体が非常に強い。こっちの方が。古い方が。マジか。古い方好きだったんだけど、新しくなって明らかにこれ苦味が弱くなって、しかも香りとかも弱くなってますね。というよりも、どう考えても苦味が段違いに少なくなった。苦くなくなった。恵比寿ビール。段違いでね、すげえ飲み比べるとわかるけど、すげえ段違いに違う。もう別物だね。ほとんど。別物の違いです、これは。段違い。公式、札幌のサイトだと、豊かに香る深いコク、新恵比寿誕生と書いてあります。この上ない幸せ、この上ない恵比寿。
と書いてあるんですが、恵比寿が大きく進化した。もっとあなたを幸せにするために。嘘つくなよ。誕生以来、その味と技術を磨き続け、日本のビール史を牽引し続けてきた恵比寿がさらなる高みを目指し、33年の時を経て、さらなる進化を遂げました。ドイツビール純、純なんとか例に乗っ取りながら、麦芽ホップ工房の細部までこだわることで、本物のビールだけが持つ上質で深いコクにさらに磨きがかかりました。だって。豊かに香る深いコク、126年目、今までの恵比寿を超える恵比寿だって。嘘つくなよ、こんな。何がお前、味段違いで違うやんけ。全然違うんだよな。マジで。俺の大好きなビール、また恵比寿ってか、また俺の大好きな酒がまたまずくなるの。またウイスキーの富士山麓とかと同じように。また。またっすか。またっすか。先輩。マジで。本当に。勘弁してくんない?お前、マッサンの影響で、ウイスキーも、ジャパニーズウイスキーもクソになったのに、お前、またお前、あれかよ。ビールまで乗っ取ってくる。ビールにまで侵略してくる。ダメだね。全然苦味がないね。苦味が明らかに足りない。新しい方は。なんだろう。なんでこんなに違うんだろう。変えたんだろうね。苦味っていうのもそうだし、あの香りもう明らかに弱いんだよね。あの今までのエビスの半分ぐらいなんだよね。本当に。本当これ飲み比べてほしい。今なら多分、あの、古い方のやつ、恵比寿まだ売ってるからさ。これは実で、ぜひ、飲み比べてもらいたいっすけど。うん。まあ、原材料とかは特に、まあ、麦芽 100% だから、麦芽とホップで変わってないんだ。しかも変わったとかも一切書いてないんだよね。その、製法が変わったとかも書いてないし、アルコール度数も当然変わってないし、もうあくまでもなんか、変わってませんよー、的な。あ、ちょっと成分表で違うところあるな。食物繊維が 0.1g から 0.2g のところが、新しいエビスになったら0から 0.2g になってる。他は全部変わりないですね。栄養成分表としては。何にも変わってない。だから変わってないと錯覚させるんだよね。結局。結局コストダウンだろうな。これもな。これだけまずくなったってことはコストダウンだろうな。
らかにこの苦味、香りが弱くなってる。なんだこれ。エビスさん、頼むぜ。マジで勘弁してくれよ。俺の大好きなビールのエビスがまたこんなにまずくなってしまった。はあ、勘弁してくれよマジで。おい、この昔のエビスのこの強烈なこの苦味、こっちを飲むとすっげー全然ないの。弱い。半分ぐらい。半分ぐらいになんか減ってるね。総量が。香りの総量と苦味の総量。すべてにおいて。減っている。かぁ。これはあれだな、エビスもお葬式するしかねえな。これ終わった。こんなんだったら俺、エビスは買わんぞ。このエビスは俺は買わんぞ。はっきり言って。俺、これなら俺、こんなエビスは飲みたくないわ。マジで。俺、こんなエビスだったら飲みたくないですね。もう。マジかよ。ハートランド、おとなしくハートランド飲むか。悲しい。悲しいな。三本指に入ってたのが、一個欠落しましたね。三本指の中に入ってたビールが、一個欠落して、あとギネスとハートランドだけなんだね。っていうことは、ハートランドが唯一ジャパニーズ、ビールでは唯一。キリンのハートランドが唯一のビールになってしまったか。なんか悲しいっすね。こうしてどうやどん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 経費削減とかで、まあ結局原材料の高騰とかさ、とかで、まあ主にそれなんだろうけどさ、こう下がって下がって、その品質がね、原材料をが上がって、結果、こう、どん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 、こう、クオリティがね、下がっていくのに、もうみんなは知らず知らずのうちにそれに慣れていくんだよ。徐々に徐々に、こう舌をさ、味覚がそれにさ、馴染んでくるの。なんか悲しいよね。昔はこんなうまいビールがあったんだって。最終的に誰も知らないんだよな。この味をもう味わえないと思うと、本当に泣けてくるよ。俺としては。エビス大好きな人間な、俺としてはね。やっぱこの強烈なこの独特なさ、苦味とさ、独特な苦味と強い香りのこのエビス、昔のエビス、今までずっとこれ変わんなかったんだよ、味。本当に。まあ、それ言うなら朝日スーパードライとかも多分
味変わってないんだろうけど、あれも多分いつか多分下がってくんで、いつか味変わるんで、そう思うとね、このエビスも、ああ、とうとう味の変わる時が来たかと。ずーっと味変わってこなかったのにね、このエビスも。とうとう札幌は味を変えることをしてきてしまったのか。それが結局さ、ね、原材料高騰のためとかさ、ならわかりますよ、ね。でもさ、ホームページを見る限り、そんなことは一切書かれてないんだよ。で、味をうまくしました。とか、なんとかかんとかの製法が、よりうまさを引き立たせて、みたいな。ことしか載ってないんだよ。結局。つまり、そのホームページを見る限りだと、前よりうまくなったとしか書いてないんだよ。ね。前より美味しさが上がりましたよって。ほんとどいつもこいつも、ジャパニーズウイスキーの富士山麓だってさ、うまくなりましたとか書いてあんのよ。ほんとどいつもこいつもうまくなった、うまくなったとかさ、嘘ばっか書きやがってよ。おとなしくお前、原材料高騰したからさ、もう値上げでもしろっていう話ですよ。それもしないで、現状価格維持のために、その、品質を下げるって。いわゆる味を落とすって。ほんとウイスキー業界でも、同じことやってんだよね。まさに同じこと。価格は一緒にして、むしろあれの場合、ウイスキーの場合上がってるけど、価格を上げて、味を下げる。というわけのわからんことをやってるわけ。結局相対的に見て、まあ、味がその、すっげえ下がってる。ものすごい下がってる。だからどん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 これでまたまずくなって。ね。はぁ。酒好きな俺は本当に残念で仕方ないよ、これは。で、だから、この動画を見てる人はね、ぜひね、これ飲み比べてもらいたい。もう全然違うから、味が。このエビスの新旧。ぜひ飲み比べてもらいたいね。はるかなる味の違いがある。これでお前うまくなってるって感じるようであれば、多分、ありえないと思うね。うん。それは少なくとも多分、エビスが好きな人間だったとしたらありえないと思う。昔のその、今のその、じゃあ、昔のエビスが好きな人間っていうのが、その、新しいエビスを飲んで、うまいこっちの方がうまいよ
ていう人は多分いないと思う。俺はそれほど断言できる。断言できる。絶対にいない。だって単純に香りと苦味の総量を減らしてるだけだから。簡単に言うとライトフレーバーになったね。一言で言うならば、昔のエビスに、まあ、簡単に言うと薄めた感じ。本当に簡単に言うと。簡単に言うと薄めた感じ。もう、一目瞭然だよ、これは。味の違いが。全然違う。うわぁ。今後あれだな。エビスのお葬式も開かないとダメだな。これは。俺はこのエビスだったら飲まないね。こんなライトフレーバーな、もっと重厚な味わいのエビスが良かったね。昔のこのエビスの重厚な味わいのエビスがいいね。やっぱり。濃さが違うもんね。味の濃さ。味の濃さ。いわゆる、緑茶とかだと、苦味とかさ、濃い。ほら、多いお茶とかでさ、濃い味。濃いやつってあるじゃん。普通のやつと濃いやつ。俺絶対的に濃いやつの方が好きなんですよ。そういう人間なんですけど。まさにあれ。昔のエビスが濃い味。今のエビスが普通の味。って感じ。本当に、それ。まあ、今のエビスに点数をつけるならば、まあ、3点だな。昔のエビスは5点満点。当然。おすすめ度としては5点。今のエビスは3点だ。今のエビス3点。これは俺買わない。これはエビスじゃない。ちょっと贅沢なビールです。っていう、エビスじゃない。全然、ちょっと贅沢なビールです。じゃないです。は？って感じ。これは、あかんぞ。本当に。これは、まあね、エビス好きな人多いから多分、やっぱわかるっていうか、わかる人はわかるんだろうけど。少なくともこれ見た限りだとさ、パッケージ見た限りだとさ、あ、パッケージ一新したんだぐらいしか。わかんないし。でも実は味も全然違ってます。みたいな。知らないっす。
ということで、ぜひ皆さんで飲み比べてみてはいかがでしょうか。それではご視聴ありがとうございました。